遅いぞ。何をしておった。あなたは。まったく、なんという理不尽な事態だ。影の王と言ったか。このような場所に連れてこられて、いいように使われる屈辱。まったくもって腹の立つ。モルガン将軍。相変わらずですな。わあ、ずいぶんと大きな声のおじいさんね。まあいい。怒鳴っても致し方あるまい。それにしても、お主たちも災難だったな。ヨシュア・ブライト、修行の旅に出たそうだが、双剣でいるのか。はい、おかげさまで。将軍閣下の方も、お変わりないようですね。なんの、わしもいい歳だ。早いところお主らの父親に役目を引き継ぎたいものだがな。お疲れ様です。リシャールよ、お主には改めていろいろと言っておきたいことがあるが、まあそれを言うべき者は他にもいるだろうし、ここは勘弁しておくとしよう。恐縮です。さて、時が惜しい。おしゃべりはこれくらいにして早速始めるとしようか。ハルバード、またえらい古風な武器を。侮るな。あれこそ武神の獲物。軍の機構化以前に数多の敵兵を粉砕した王の槍だ。これを振るうのは一昨年の武術大会以来か。わしごとき老兵相手、手こずるようでは先が知れるというもの。死ぬ気でかかってくるがいい。蓮の番で。アーツ駆動。ほら、行くで。そこや。参る。受けてみよう。僕の番だね。覚悟せい、スリア。それ。はっ。私の番か。受けてみよう。任せたまえ。受けてみよう。楽しませてあげる。はあ。私の番か。下がれ。さてと。アーツ駆動。僕の番だね。アーツ駆動。これ。せーよ。
覚悟せい、全員は。行くぞ、スイヤ。さてと、はあ、スイで来て、バケルバケル。さあ、なぎ払いなさい。ダブルバスターキャノン。任せたまえ。受けてみよう。ほら、行くで。今助けたる。そら。任せたまえ。受けてみよう。覚悟せい、スイヤー。楽しませてあげる。アーツ駆動。いくよ。任せたまえ。受けてみよう。マイル。受けてみよう。覚悟せい、スイヤ。マイル。受けてみよう。メンと遊びましょう。アーツ駆動。私の番か。受けてみよう。僕の番だね。私の番か。受けてみよう。私の番か。受けてみよう。レンの番で。アーツ駆動。僕の番だね。
私の番か。受けてみよう。せい。参る。麺と遊びましょう。はあ。さてと。それ。覚悟せい、せいだ。さてと。アーツ、駆動。さてと。そこや。はあ。そらこれでも食らえや。覚悟せい。スピア。麺と遊びましょう。はあ。私の番か。僕の番だね。はあ。楽しませてあげる。はあ。任せたまえ。覚悟せい、スイヤ。楽しませてあげる。はあ。任せたまえ。下がれ。さてと。もう迷わない。僕。へえ、少しばかり安心したぞ。これならば万に一つの可能性があるかもしれんな。それでは最後に待ち受けるのはやはり、お前たちの想像する人物だ。だがあやつとて人の子、必ずや功名はあるであろう。健康一滴の覚悟で挑むがいい。承知。しかし残念だ。あやつを破る者がいるならば
この目で確かめたかったのだが、また会う機会があればぜひとも結果を教えてくれ。さてと、えらいことになってきましたな。ああ、しかしこれはある意味必然なのだろう。虫のいい話かもしれないが、どうか私に力を貸してほしい。この手で未練を断ち切り、真の意味で前に歩き出すために。リシャールさん、わかりました。世話になって6年、僕もどれだけ成長できたか見てもらおうと思います。あの教授が一番警戒していた伝説の英雄さんか。どんな人なのかとっても楽しみね。ありがとう。立ちふさがるわ。至高にして最強、いかなる小細工も通じはすまい。将軍もおっしゃっていた通り、剣魂一滴の覚悟で運命に臨むとしよう。了解でさ。